皆さんこんにちは。今日は看護師としての年末年始繁忙期を乗り切るコツというテーマでお話しします。年末年始は看護師にとって最も忙しい時期の一つですよね。今回の動画ではその繁忙期をいかに乗り切るか、そのコツをお伝えします。この時期看護師は様々な挑戦に直面します。それは増加する患者数、シフトの厳しい管理、そして何よりも高まるストレスです。これらの挑戦を乗り越えるためには特別なスキルとテクニックが必要になります。本動画では具体的なケアテクニック、効率的な時間管理、ストレスの軽減方法など実際に役立つポイントを紹介します。では早速本題に入っていきましょう。年末年始の看護師としての特別な責任、繁忙期のストレスと期待値の管理。ではまず年末年始の看護師としての特別な責任について話しましょう。特に繁忙期のストレスと期待値の管理が重要です。年末年始は病院内でも特に忙しい時期。この時期には看護師は患者の増加、緊急ケースの多発など通常よりも多くのストレスにさらされます。ここで重要なのは自分自身の期待値を適切に設定すること。完璧を目指すのではなく、できることを一つずつ確実にこなしていく姿勢が大切です。またストレスを感じた時には適切に休息をとる、同僚と話し合う、ストレス管理のテクニックを利用するなど自己ケアも忘れずに、時間管理と効率的なシフトの計画。次に時間管理と効率的なシフトの計画についてです。時間は誰にとっても限られている資源だからこそ、効率的な時間の使い方が重要になります。シフトの計画を立てる際には自身の体調やプライベートの予定を考慮に入れることが大切。また繁忙期には予期せぬオーバータイムが発生しやすいため、シフトにはある程度の柔軟性を持たせることが重要です。ここでのポイントは、自分だけでなくチーム全体の負担を考慮すること。同僚と協力し合い、お互いの負担を軽減することで全体としての効率と仕事の質を保つことができます。患者とその家族とのコミュニケーション。最後に患者とその家族とのコミュニケーションについて考えてみましょう。年末年始は患者や家族もストレスを感じやすい時期です。ここで大切なのは、患者や家族に対して温かみのある対応を心がけること。不安や疑問に対してはできるだけ丁寧に答え、安心感を提供することが看護師の重要な役割です。また忙しい時期でも患者一人一人に対する心配りを忘れないこと。少しの言葉やジェスチャーが患者や家族にとって大きな安心感をもたらします。患者や家族との良好な関係は看護の質を高めるだけでなく、自身の仕事に対する満足感にもつながります。こうして年末年始の看護師としての特別な責任を果たすためには、ストレスと期待値の管理、効率的な時間管理、患者や家族とのコミュニケーションが鍵になります。これらを意識することで忙しい時期も乗り切ることができるでしょう。繁忙期のための特別なケアテクニック。まず看護師として年末年始を乗り切るためには繁忙期特有のケアテクニックが必要です。例えば効率的な時間管理やチーム内のコミュニケーションの強化です。これらの技術は忙しい時期に患者さんへの最適なケアを提供しつつ、自分自身の負担を軽減するために不可欠です。ではどのようにしてこれらのテクニックを実践するのか。まず時間管理においては、タスクを優先順位付けし、非効率な業務を排除することが重要です。例えば患者さんの診察と記録の効率化、これにより忙しい時期でも患者さん一人一人に十分な時間を割くことができます。次にチーム内でのコミュニケーションを見直しましょう。繁忙期はチーム内の情報共有が特に重要になります。例えば患者さんの状態の変化や特別なケアが必要な場合、その情報を迅速かつ正確にチーム内で共有することが肝心です。自己ケアとストレス軽減の方法。次に自己ケアとストレス軽減の方法についてです。看護師としての仕事は精神的にも肉体的にも要求が高く、特に年末年始のような繁忙期は自己ケアが非常に重要になります。具体的にはまずは十分な睡眠を確保することが重要です。
睡眠不足は判断力や集中力を低下させるため、質の高いケアを提供する上で障害となります。また、定期的な休憩をとり、必要であれば短時間のパワーナップを行うことも効果的です。さらに、ストレスを軽減するためには趣味やリラクゼーションの時間を確保することも大切です。例えば、短い散歩や軽い運動、好きな音楽を聴くなど、仕事とは別のことに集中する時間を持つことで心身をリフレッシュさせることができます。チームワークと支援の重要性。最後に、チームワークと支援の重要性について話しましょう。看護はチームワークが非常に重要な職業です。特に繁忙期にはお互いをサポートし合うことで効率的なケアを実現し、ストレスを軽減することができます。チームワークを高めるには、定期的なミーティングや情報共有の場を設けることが効果的です。これにより、各メンバーの負担を均等にし、必要なサポートを提供することができます。また、チーム内での感謝の言葉や励ましも重要です。同僚からの一言が繁忙期のストレスを軽減し、モチベーションを高めることにつながります。以上の点を踏まえ、看護師としての年末年始を乗り切るためのケアテクニックと自己管理の重要性を理解し、実践していきましょう。実践的アドバイスとケーススタディ、実際の看護シナリオと解決策。まず、年末年始に多くの看護師が直面する典型的なシナリオを見てみましょう。例えば、インフルエンザの流行や高齢者の緊急入院が増加するこの時期、病棟はいつも以上に忙しくなります。ここで大切なのは、患者一人一人に対する丁寧なケアを怠らないこと。しかし、それは容易ではありません。そこで役立つ解決策として、まず時間管理の工夫を挙げます。具体的には、シフトの計画を事前にしっかりと立て、必要に応じて人員の調整を行います。また、患者の状態に応じて優先順位をつけ、効率よくケアできるようにします。経験豊富な看護師からのアドバイス。次に、経験豊富な看護師からのアドバイスをいくつかご紹介します。例えば、患者とのコミュニケーションを効果的に行う方法です。患者さんやその家族との積極的なコミュニケーションは、信頼関係の構築に不可欠です。こうした信頼関係があれば、患者の精神的なサポートにもつながり、看護の質を向上させることができます。また、ストレスの管理にも注意が必要です。ストレスがたまると、ミスが増えるだけでなく、患者ケアの質にも影響を及ぼします。自己ケアを怠らず、適度に休息をとることが大切です。仕事の後はリラックスする時間を確保し、メンタルヘルスを保つことも重要です。ケーススタディに基づく学び。次に、具体的なケーススタディを見てみましょう。例えば、ある病院では年末年始の患者数の増加に対応するため、看護師間の連携を強化しました。これには、毎日のミーティングの時間を設け、患者の状態や看護計画について共有することが含まれます。このように、チームとしての連携を深めることで、個々の看護師の負担を軽減し、患者さんのケアの質を維持することができました。このケースから学ぶべきは、チームワークの強化がいかに重要であるかということです。また、状況に応じて柔軟に対応する能力も看護師にとって必要不可欠です。それにより、患者の満足度を高めることができるのです。まとめ、今回の動画では、年末年始の看護師の役割と繁忙期の挑戦に焦点を当てました。ストレス管理、時間管理、患者さんとのコミュニケーション、特別なケアテクニック、自己ケアの重要性を解説しました。この動画が役立ったと思ったら、ぜひコメントで感想を共有し、チャンネル登録をお願いします。忙しい日々が続きますが、乗り切っていきましょう。それでは、本日はこの辺で、皆さん、次回の動画でお会いしましょう。